あ、皆さんこんにちは。少し前に大阪の問屋さんの中央漁具さんで70周年記念の見本市がありましたので行ってまいりました。そこで見た商品最新情報を皆様にお届けしたいと思います。で今回もですね、このチャンネルを見ている方々が興味があるであろう雷魚、ナマズ、怪魚の商品に絞ってご紹介いたします。ではまず一番初めに紹介するのはフィネスさんです。でフィネスさんはですね、フロッグとかチューニング用の小物とかのそういう最新情報はこのタイミングではないんですけども、コットンハーフメッシュキャップに4色ニューカラーが出るという情報がありました。でこのキャップっていうのは先にメーカーのサイトで販売していてですね、すでにここに写っているピンクはもう売り切れてしまったりとか、そういう状態みたいなんですけども、一般店舗で販売する分の次の生産分を注文しておきました。でさらにですね、ハーフメッシュキャップっていう方にもニューカラーが出ます。今写真に写っているこの向かって左側がいつものカラー で右側がニューカラーになります。ちなみに6月に問屋さんに行った時に蔵の中から旧カラーのキャップを発見しました。その見本市の時にメーカーさんに確認したんですけども、現在メーカー在庫がないカラーっていうのもありますので、興味がある方はぜひどうぞ。でフィネスさんはまだあります。おなじみのヒップボックス210に入っている仕切り板があります。でこの仕切り板そのものを単体で発売するというお話もあります。これがあるとですね、先にヒップボックスを持っている方もこう仕切りがある状態で使うことができますね。で基本的にこのヒップボックス210と普通のサイズっていうのは長さが違うだけで、この幅とかはねほぼ一緒なので、小さいサイズしか持ってない人でもこの仕切りを使うことができるっていうなる、そういう楽しみがあります。次に紹介するのはスミスさんです。でスミスさんは初夏の商品最新情報ではそこの問屋さんがスミスさんを取り扱ってないので、ね、もう雷魚とかナマズで結構代表的なメーカーなんですけども、紹介できなかったですね。で今回の70周年ではスミスさんのブースがありましたので、紹介したいと思います。でですね、このタイミングでの最新情報はシート型メジャーです。このシート型メジャーっていうのはいろいろなメーカーさんから登場してますけども、今回のこのスミスさんのものっていうのはまずですね、薄くて柔らかくて型がつきにくいっていう感じですね。でさらに今薄くてっていう話をしたんですけど、この厚くてこう弾力があるものだとこう伸びがあるっていう話があります。でこれは薄くてその伸びがないので正確性が高いっていう感じです。でこれはですね、以前オクトさんで販売していたものとこう同じような感じ でそれのスミスさんのバージョンが出るみたいな、そういう感じですね。でこれ見るとなんか100センチとかあるみたいなので、まあ、雷魚だとか、ナマズだとかですね、そのコンクリートとかアスファルトしかないところにこう置いて撮影することができたりと、魚でも優しいんじゃないかなというふうに思います。でそれともう一つスミスさんの情報としては、カタログに載ってるんですけどなかなか最近見ないなっていうお問い合わせを受けるグロッサシンプルオープナーですね。これちょっと聞いてみたんですけど、別に廃盤っていうわけじゃないんですけど、なんかタイミング的にこの人は作らないっていうお話でした。それでなかなか見かけないということですね。ですからまあ本当に完全に廃盤にしてなくしちゃうとかカタログ落ちっていうわけではないので、欲しい方はちょっともう来年までのんびりお待ちくださいっていう、そういう情報を皆様にお伝えいたします。次に紹介するのがビバさんです。ビバさんからはですね、おなじみのオードングリマウスにニューカラーが出ます。まあ、具体的には普通のドングリマウスだとか、あとデングリガエルとかではもうすでにあったグロースネークとピンクスネークですね、これがオードングリマウスでも登場するという情報がありました。でこのコーモランさんというのはね、過去にブログだとかこの動画とかで最新情報をよく紹介するんですけども、何年か前よくあったのがですね、このニューカラーが出ますよっていう話があるんですけど、そのカラーサンプルがなくて、で後から営業さんがお店に来て写真撮らせていただいてですね、でこうワンテンポ遅れてブログで紹介するみたいなパターンが多かったんですけどね、今回はちゃんとサンプルがありましたのでイメージできる画像をしっかり撮ってくることができました。で次に紹介するのがラパラさんです。でラパラさんっていうのはですね、こうブラックバスだけじゃなくて結構怪魚系の人にも支持が高いと思うんですけど、そこからですね新製品が出るっていうことでですね、もう結構テンションが上がりました。具体的にはですね、新しいスイムベイトが出ます。これがですねバスプロの方が考えたものなので、まあ、一応ブラックバス用なんですけど、結構これ怪魚にもいいんじゃないかなと思いました。で理由としてはですね、まずジョイント部分が3つでつながっているんですね。で頑丈ですね、非常に、ですからこう巨大魚でもなかなか壊れにくいんじゃないかなと思いますね。でさらにこのフックの愛の部分がですね可動式になってます。でこれで力がこう逃げるのでね、これもね巨大魚に結構有効なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、先ほどアメリカのこうバスプロの方が監修してるっていうお話をしたんですけども、具体的にはですねブランドン・パラニュークさんという方ですね、その方が監修したっていうことですね。で具体的なリリースは8月末から9月っていうことで秋になりますので、しばらくお待ちください。次に紹介するのはニューブランドヒートさんです。
で、このヒートっていうのはですね、あの元ズイールの柏木さんのブランドだそうです。でですね、やっぱ柏木さんがね、やっぱデザインしているっていうだけあって、ちまちまシリーズを思い起こさせるトップウォータープラグですね。で、これが4種類出ます。すごいね、小さくて可愛くて、で動きもいいという感じですね。でさらにですね、あのヒートガールっていうので、グラビアアイドルの吉野志保美さんも参加してこう盛り上げていくっていうお話なので非常に楽しみですね。で次に紹介するのがベベルさんです。ベベルさんでこう生ザングラーの方とかもね、興味があるルアーとしてタンケットっていうシリーズがあります。で一番初めのタンケットっていうのは、あの羽物のちょっと大きめの羽物のルアーでしたね。でこれがタンケット J っていうのに進化してジョイントになったものが出ました。で今回ですね、タンケットパイって言ってですね、あの3連ジョイントになった新製品が出ます。で、あのカラーバリエーション、今写真出てると思いますけど、この色が出ます。こんな感じでですね、ナマズにも実績が高いタンケット、新しいものが出るっていうのは非常に楽しみですね。次に紹介するのはリトルジャックさんです。冬に最新情報で紹介したリトルジャックさんのゴルゴーンっていうルアーがあったと思います。でかなりあの事細かにね、私海魚にも使えるんじゃないかって言って紹介したんですけど、それですごいやっぱ反響があってですね、もう一瞬でこう売り切れてしまったっていう感じです。でうちのショップだけじゃなくて、もう全国的にやっぱなくなっちゃってるみたい で、今これアップしている2019年の4月に再生産分が上がってくるっていう話があるみたいなんですけど、でそれもそのもう注文残分でもう全部なくなっちゃうみたいな、そういう感じです。で今回ですね、あの8月末の入荷分っていうのをもう早いもん勝ちだっていう話だったので、うちも注文しておきましたので、現時点でどこのショップにもないとかですね、その7月に入ってくるっていう話があったけど、なんか予約分とかでなくなっちゃって全然手に入らないなっていう方は、8月末までお待ちください。そういう情報が入ったので皆様にお届けしました。で次に紹介するのがネットのボギーさんです。でフィッシングショーで得た最新情報でこう紹介したボギーさんですね。私ちょっと記憶が確かだったら、あのバギーさんって言って発音してましたけど、これボギーさんですね。お詫びしてあの訂正いたします。でこのボギーさんなんですけど、やっぱりすごい人気で、フネスさんがですね、ライトなライギョロットっていうのを使ってますので、もう網でこうネットランディングするのが結構必須だっていうので、でそれにこう絵も太くて、枠もすごい使いやすくて頑丈でっていうので、このライギョアングラーの方におすすめしたっていうのもあって、ものすごい勢いで売れてます。で電電丸でも、まあ、入れて売れて入れて売れてって繰り返しててですね。で今回の見本市で代表の方とお話ししたんですけど、次の生産が秋になるらしいです。で今ある在庫分というのもだいぶなくなってきているというお話でしたので、今回注文してきました。田物屋の方も結構な本数を頼んだんですけど、もしかしたらこの本数分すら在庫ないかもしれませんっていう話だったので、じゃあそれも全部お願いしますっていうふうに言ってありますので、ですからね、ボギーのネット、田物屋とか網とか欲しいなと思っている方は、もう入荷後なるだけ早くお買い求めいただければなというふうに思います。入荷しましたら動画説明欄の方に商品 URL を貼っておきますので、そちらをご利用ください。売り切れたらですね、売り切れましたみたいな感じでですね、ご報告しますので、その商品説明欄を読んでご判断していただければと思います。こんな感じでですね、中央漁具さんで行われた70周年記念の見本市で見た商品最新情報を皆様にお届けいたしました。でまあ冬とかね、春に比べるとどうしても最新情報の数っていうのは少ないですし、あと初夏の最新情報もね、別の問屋さんでこの間ご紹介したので、情報はね結構少なめだったんですけども、ただ中央漁具さんって10周年ごとに見本市をしますので、10年に1回だけ余分に見本市が行われますので、それで皆様にこのタイミングで商品最新情報をお届けできたっていう感じでしたので、1回分の商品最新情報としては少なかったですけど、まあ1回余分に見れたなっていうプラス思考で考えていただければと思います。